皆さんこんにちは。からかい上手の高木さんシリーズで高木さんの声を担当しています高橋理恵です。というわけでなんと私たちは今小豆島に来ています。やっと小豆島。早速ですけど私たちもこの聖地にお邪魔させていただきますか。はい、いやもう本当にアニメで見たまんま失礼いたします。階段を登ってやってきました。ここでも駆け上がってきたってことですよ。にゃーにゃーって泣いて。そうですよね。バーってきて上がってきたってことですよね。いろいろ映画のシーンを思い出しますけど、すね、あのグリコやってたのもここ。あ、ここグリコやってたのもここ。うわー、え、ここ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 でさ、ここ、ここ、ここでさ、あ、そう、あのポーン。いや、これ映画見た方わかるので、ね、本当に懐かしい。ポーンしましたね。ポーンやってましたね、ここでね。はい、じゃあまずは、はい、あのせっかく来たので、はい、でね、お参りからさせていただこうかなと。はい、ということで、せっかく鹿島明神社さんに来たからにはこれをやらなければなりません、ね、そうですね。こちら自由ノートということで、結構な、ちょっとちょっと結構な数、ちょっと待って、すごい、すごいな、こんなことになってたんですか今。すごい、はい、え、聖地巡礼ということで、え、ここの自由ノートにみんなあのすごいたくさんの熱いコメントを、ね、イラスト書いてくれていて、51枚まで来てるってことですね。あ、なんかあの監督とかこの間書いたって言ってましたね。絵で分かる。監督監督のいつものよくコンテで見かける。そうですね、見かける。可愛いですよね。可愛いの、あ、ちゃんと花もいる、すごい、はい、じゃあ私たちも描かせていただきましょう、はい、描けました、はい、じゃあこちらの中身はぜひ来ていただいた時に、そうですね、はい、ナンバー11に描けましたので。あとエマ来ました、うん、来ました。いや、これすごいですね。皆さん本当にファンの方がめちゃめちゃ、てかこれ本当に増えてるし、そうですね。あとこう、うん、紙とかで書かれると紙に年季が入っていたりも、うん、なんかもうそうですね。え、ちょっと見てください。イーリーが元気になりますよ。あ、すごい、すごい、なんと、すごいな、優しい、元気になりました。よかった。じゃあそんなところで次のスポットに行ってみたいと思います、うん、はい、行ってきます。